朝鮮は中華民国、中華人民共和国の軍人、鎮火佐軍、国民軍などを経て、国民革命軍に属した。日中戦争で活躍後、国境内戦では中国共産党側に転じた。字は翼さん。1909年、海風陸軍小学第四期生として入学し、在学中に、侵害革命に、革命派として参加、履歴等支配下となった。 中華民国成立後に復学して卒業、南京陸軍第三中学に進学した。1916年、北京清川陸軍第一予備学校に入学。1918年、保定陸軍軍艦学校第9期不評科に進学した。翌年、日本へ留学し、陸軍士官学校不評科で学んだ。1923年に、長身は陸士を卒業して帰国。 先制賞を統治していた、劉鎮下率いる鎮下佐軍に属した。しかし長は、鎮下佐軍の士官の資質の低さに失望することになる。翌年10月に、京玉蝶が北京政変を起こして、国民軍を結成すると、長もこれに転じ、古形翼率いる国民軍第二軍で、第二志参謀署所,所長や、開封訓練どころ、戦術教官として起用される。 ところが1925年3月、子が急死し、竹井俊が公認の軍長になると、竹は運営能力の低さから、軍の質を急激に低下させてしまった。これに失望した長は、甲州へ移り、候補軍艦学校第四期戦術教官として、起用されている。1926年2月、長信は国民革命軍第六軍第19師。 第56弾団長に任せられ、北伐では南昌戦役に参戦したが、第6軍は北京政府側の孫殿方軍と交戦して壊滅してしまう。そのためバリは武漢行営主任、東円達の下に転じ、清三望謀学兵、第2弾団長となった。同年10月、第6軍再建に伴いバリも復帰し、翌1927年3月、 南京攻略戦に参戦した。その後、第6軍第18市市長に昇進し、1928年2月には、調査警備指令も兼ねたが、間もなくほどが、反省解析の活動に従事して失脚、町もゲイヤしてしばらく、上海などで環境している。1931年、満州事変に伴う、各派大道団結により、長鮮も、劉鎮家率いる。 第十一祖地軍で第64市三謀長として復帰した。しかしその後も離職を繰り返し軍歴上は制裁を欠く。1936年2月、陸軍省省与授与され、その後、1937年5月に要北市管区司令となり、日中戦争勃発後の同年末に第一戦区、補充第二市市長として起用され、この時期から、町の軍歴は、 順調さを取り戻した。1938年4月、長信は第百十四市長として大事層の戦いに参戦、軍港を挙げた。これにより、第十三軍軍長に昇進している。その後も武漢戦役や随な詰戦役に参戦し、1939年6月、旅館編遊撃葬式に任ぜられた。 まもなく軍政部第二補充訓練総書所長兼由南警備司令となり、7月には陸軍中将区組を授与されている。1941年12月、軍政部第二補充訓練総書は第66軍に改組され、長が引き続き軍長を務める。さらに第71軍と合流して第11集団軍となり、長は副総司令に就任した。 翌年初めに、長鮮は第66軍を率いて中国遠征軍に加わり、孫立陣の下でミャンマー方面を転戦する。日本軍とたびたび交戦したが、第66軍の損害も大きく、同年中帰国すると、バリー自ら隕石を求めた。しかし責任は、闘水にあるとして、超厚みを問われなかった。9月、第24集団軍副総司令に就任し、 翌1943年からは、第1選区副司令長官となる。副司令長官の地位には1946年まで3年間、あり、さらに1944年には、河南省政府委員、震災業所主任、要南業所主任なども兼任した。1945年5月、長信は、定州水税交渉副主任に任ぜられたが、間もなく武漢業長江交渉副主任に移り、 主任の定選を支えることになる。1948年夏、白、高敷が総司令を務める家中総,総総司令部に移り、長は副総司令兼第五水税区司令官に任せられた。同年7月、開封を創出した龍門の公認として長が、河南省政府主席に就任したが、長の大部分は掌握しておらず、信用などを確保するのが精一杯であった。 1949年春、第五水税区は廃止され、長は第19平団司令権第128軍軍長に任命された。この頃になると、長鮮は国民党を完全に見限っており、さらに中国共産党の働きかけもあって、木々の準備を進めていた。5月15日、長は湖北省昆区で木々を決行した。この木々は白、高敷にとって、 戦線崩壊の決定的な一撃となっている。8月1日、蝶の軍は中国人民解放軍第51軍に再編され、そのまま針が軍長となっている。中華人民共和国建国後も、長心は古北軍空腹司令に任ぜられている。その後、中南軍政委員会委員、国家体育委員会委員健全国民族、形式体育運動委員会主任、第一期、 第2期、第5期中国人民、政治協商会議全国委員会委員、第1期全国人民代表大会代表、河南省副省長、河南省政治協商会議副主席を歴任している。1955年には一級解放勲章を授与された。民主党派としても中国国民党革命委員会、中央委員を務めている。1957年、 半右派闘争で右派に認定されて失脚したが、1979年に名誉回復された。1981年7月26日、鄭州市で病没。去年88。ありがとうございます。